です。産後8代になる直前、肝の末期に当時覇権を握っていた東角とその養子である呂布の2人を朝鮮が井戸下で惑わせて仲間がいをさせた美女蓮官の計の中心となる2人です。呂布は勇猛果敢な人物として知られ、人の中に呂布あり馬の中に関とあると歌われました。その愛馬である関とは後に関羽の愛馬となりました。その呂布を惑わせた美女朝鮮は戦士である三国志ではなく三国演技だけに登場する架空の人物ですが、董卓と呂布の心を巧みに操り、ついには義理の親子の間に戦を起こさせて歴史を動かした、まさに建国の美女だったのです。さあ皆様にはこの時間、中国詩人友好、一人一人皆様をご紹介させていただいております。呂布と朝鮮でございました。続きましては、中国では非常に人気のある狂劇の演目楊家笑から、楊一家ヤン家の長女と次女、赤い衣装のヤンターチェとピンク色の衣装のヤンアーチェです。ヤンターチェは大阪市今田明子さん、ヤンアーチェは古根市から月読みマリアさんにお願いいたしましょう。楊家笑歌は楊家笑演技ともに明の時代に書かれたヤン家の物語、日本ではほとんど知られていませんが、中国では狂劇の演目としても物語としても幅広く知られております。この2人の衣装は女性の武将が戦場に出るときに着用するもので、三国時代から唐の時代にかけての衣装を秦の時代に狂劇用に改良して作られました。女性の武将の衣装としては、先に登場した長髭や長髯のように背中に旗を背負う形のものもありますが、この2人の衣装はそれをさらに簡略化した形で軽くて動きやすくなっています。ヤン・ターチェ、ヤン・アーチェでございました。最後に狂劇の完成した秦の時代の序結、聖太后と彼女と同じ漢方帝の側室である霊妃、宮中で妃たちの世話をする女官に登場していただきましょう。聖太后は枚方市長谷川ゆかりさん、霊妃は川西市阿部久美子さん、女官は近江八幡市吉田里奈子さんです。聖太后と霊妃は秦朝末期の漢方帝の側室です。聖太后が狂劇をこよなく愛し、その保に努めたため、狂劇はこの時代に大いなる発展を遂げました。聖太后はライバルであった霊妃にひどい仕打ちをするなど、嫉妬深い権力者のイメージが強いですが、実際はそうではなかったようです。霊妃は皇帝の死後も聖太后に迫害されることなく、穏やかな晩年を過ごしたことが記録に残っています。この3人の衣装は頭飾りも含めて秦の時代満州民族独特の形、宮廷女性の普段着として着用されており、今日のチャイナドレスの原型となりました。今から90年ほど前の上海で当時入ってきた西洋文化の影響を受け、ハイヒールに似合うようにウエストを細く絞り、袖を短く切ったのが今日のチャイナドレスの始まり。聖太后、霊妃、女官でございました。中国詩人友好は以上19名の皆様です。春節祭の初日を飾るにふさわしい中国詩人友好は
この南京町広場を出発した後、元町商店街を1番街から6丁目までパレードをいたします。6丁目の西の端では皆様に自由に写真撮影をしていただける時間を設けておりますので、もっと近くでご覧になりたいなと思われます皆様はぜひそちらにお集まりください。その後、その後ホテルオークラにも立ち寄った後、午後3時30分ごろより東側そごう側から三宮センター街へ入ります。三宮センター街のインフォメーション横でも同様に写真撮影の時間を設ける予定にしております。そして